アニメフェスタは俺たちの出演作などが見放題。プレミアム版も何話見てもいいって。一気の量も二気の量も見放題。それめっちゃそそるな。ソーマは許してくれたけど、彼女としてもっとしっかりしないと。藤橋さん、噂になってますけど、日高さんと付き合ってるって本当ですか？はあ？レイ、私たちが付き合ってるって噂聞いた？ああ、松井さんが喋ったらしいな。なんで冷静なのよ、ちゃんと誤解を解かないと。今は噂でも本当のことにしてみせる。え、リョウ、俺と付き合ってくれ。何言って、冗談は。俺は本気だ。私、清流大学を第一希望にしたの。あ、なんで？あそこ留学制度ないじゃん。うん、でもレイと一緒がいいから。ダセ。え、今のお前、苦手だわ。私たちもう終わったでしょ。一緒に仕事をして分かったんだ。意地っ張りで危なっかしいお前に俺は今も惹かれてる。悪いけど私はもう。じゃあそのファイル資料室に戻しておいてくれる？回答は後でも大丈夫ですから。しかしあの元彼、お前と全然違うタイプだったな。亮はもともとああいうのが好きなんだよな。チャラいの嫌いだし、このままじゃダメだな。おかえり。え、これソーマが？うまく作れてるといいんだけど、どう？うん、すごく美味しそう。よかった。何その格好？うわ、何すんだよ。うん、やっぱりこっちの方が落ち着くわ。めっちゃ時間かかったのに。だって変だったし。変？明らかに無理してるでしょ。お前チャラいの苦手だろ。だからちょっとでも変わろうと思って。ソーマは頑張ってくれてるのに。リョウ、今日ね、会社でレイに告白されたの。お、もちろん断ったわよ。でも会社で噂が流れてて、ソーマと約束したし、なんとかしたいんだけど。ったく、しょうがねえな。キスしてくれたら許す。口、開けて。リョウ、ありがとう。俺のことをいっぱい考えてくれて、めっちゃ嬉しい。例のこと、なんとかしなきゃ。頼まれてたデータだ。メールでよかったんですけど。藤橋さん、これどうぞ。キダマルランドのチケット！協力会社さんから回ってきたのを配ってるんです。それじゃ一緒に行こう。行きません。何やってんだ俺は。この恋の熱でお前を満たす。逃げんなよ。せっかく8年ぶりに会ったのに。アニメ指先から本気の熱情2、恋人は消防士、ブルーレイ &DVD が発売決定のせいだ。なるほど、今こんなデザインも流行ってるんだな。市場調査、一緒に来ね。キスから始まる時に溢れる行動に満たしてやる。誰にも触らせ